これだけ集まるのも久しぶりだな。だからこそこうして極秘に集まっているんでしょ。はい、大獣支部の三田良太です。そういうことなら自白剤を用意したのに。うちは揉めをしている場合か。お前たち、この新しく買った3億の水晶玉で内劇の未来を見てやるか。私たち一連百姓でしょ。あなたは相変わらずね。もし2つの希望が分かり合って協力したら、もっと素晴らしい希望が生まれると思わない？このグレートボスが相手になるぜ。味方する奴もぶっ殺せば済む話だろ。一度裏切った奴は何度でも裏切る。相手は世界を滅ぼした奴らだよ。面倒なことになったね。未来館第14支部所属、苗木誠です。今から始まるのは人類の命運をかけた殺し合い。希望と絶望の最大最後の戦いだよ。大げさだって。いやいや、そんなことはないよ。だってそう、この戦いこそが君と僕の完結編なんだからね。なんで俺が仲良しごっこする必要があんだ。ひどいね。あれれ、なんか知らない女が入ってきたよ。まだ続けるの、このノリ。私、こういう展開を求めてこの学園の門を叩いたのかもしれません。これはマドモアゼ、何をご所望ですか。すまんの、今日のやつはなかなか手ごわくての。申し訳ない、すっかり時間を忘れてしまって。息吹はやるときはやる子なんですよ。ああ、ソニアさん。いやっほー。なんだ、やっぱり僕はついてるね。すみません、進んでます。あと10、いや、5、6枚で終わります。覚えておくがいい。いずれ世界のすべてを支配する男だ。別に才能があってもなくても変わらないよ。俺にも才能があれば